ズッカーマン男爵、ソリー・ズッカーマンは、イギリスの公務員、動物学者、科学顧問、南アフリカ共和国のケープタウン生まれ、ケープタウン大学、ユニバーシティ・カレッジ病院で学んだ。1928年に、ロンドン動物学会に入会、1932年まで、研究解剖学者として働いた。第二次世界大戦中、 イギリス政府による研究計画に従事し、人間や建造物に対する爆発の影響、1943年のイタリア領パンテレリア島爆撃の査定などを行った。1943年王立協会フェロー選出。戦後、1946年から1968年にかけてバーミンガム大学で解剖学教授を務めた。また、 1960年に国防省の首席科学顧問、その後の1964年から1971年までイギリス政府の首席科学顧問を務めた。核開発には戦時中から反対派であった。ズッカーマンは下記の参考で教弁を取った。ロンドン動物学会では1955年から1977年まで秘書官、 1977年から1984年まで会長を務めた。霊長類行動学の開拓者としての業績を残した。他に科学を政府政策の一部に定着させたとして称賛された。代表的な著作に The Social Life of Monkeys and Apes, Scientists and o がある。また、2冊の自伝、From Apes to a ー l r o s モンキーズメアンドミサイルズを表した。1964年に、バス勲章、1968年に、メリット勲章、1971年に一大貴族、ズッカーマン男爵の爵位を授与された。ありがとうございます。